はい、今日からヨットレースが始まります。ヨットレースが始まります。みんな準備してます。おー、すごいすごいすごい。あー、何日間続くんですかね。何日か2日ぐらいですかね。2日ぐらいです。ヨットレース、プエルトガレラスタートということで、はい、はい、たくさんのアイランドホッピングね、来てます。すごい。こちらの方もすごい来てます。いやー、観光戻ってきてますね。はい、はい、じゃあ潜りに行きましょう。はい、今日のサバ、相変わらずダイバー多いです。こちらは体験ダイビング、あちらは講習かな、はい、日差しが強すぎて痛い頭が、あ、たくさんいますわ。はい、こんな感じでね、ホーリーウィークの休み、サバンベイでまったりとした時間、過ごしてます。はい、ゴールデンウィークね、皆さんお越しということで楽しみです。はい、場所飛びましてね、サバンからホワイトビーチ見に来てます。こんな感じ、ホーリーウィーク、なんと8000人のお客さんが来てるっていうことです。日差しがめちゃくちゃ強いんで、まあ、まだ泳ぐ時間帯じゃないですけどね、それでもまあ入ってますわ。こんな感じ。はい、ちょっとじゃあビーチ行ってみましょう。ホワイトビーチのメインストリートももう全然人通り、車の量違います。素晴らしい、素晴らしい経済回復、回復。さあ、もっともっとね、戻ってきてもらいたいと思います。ああ、ここが通り抜けできるようになりました。ほぼ9割みんなマスクしてませんということで、私ももうマスクを外していってます。田舎はいいですね。田舎はもう首都圏はやっぱりね、まだまだつけとかないとダメですけど。すごい、いっぱいや、いっぱい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 。わーい、おー、うわー、旗が、のぼりが立ってるな。
感じで、ね、感じ。こんな感じです。おお、店もたくさん、店もたくさん人入ってる。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。あーいまさーい。うお、この人通り前回よりすごい。おお、いやいや、もう、お、あそこもステージがあってね、ショータイムがあると。夜はバクラショーも始まってるらしいです。はい。ほぼマスクしている人がほぼいない。9割 95% もノーマスクということで、はい。もうこちらはコロナ終わりましたね。はい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 。はい、こんな感じです。あ、ステージ前、今日何かあるんでしょうか、ステージ前。はい、それにしても日差しが強すぎる。うわ、この長いバナナボート。すごいな、これは。いや、すごいですよ。宴会も、宴会もすごい。こんな感じで宴会です。宴会もすごい。ハロハロを頼もうと長蛇の列を並んで、自分の前に行って機械が壊れました。これも響き。はい、ハロハロ食べまして、ホワイトビーチからオリエントパール戻ろうかなと思います。はい、ということで、もう日差しが痛すぎるんで、大盛況の、ホワイトビーチからでした。これで戻りたいと思います。マニラからいろいろみんな来てます。はい、これで終わります。はい、順位のあれもあるんだね。豪華です。